田口茂弘は日本のプロバスケットボール選手。秋田県仙北市出身。ポジションはシューティングガード。B リーグ秋田ノーザンハッピネッツに所属している。2012年2月に秋田に入団してプロ選手となる。2013から14シーズンにはスリーポイント成功率1位のタイトルを獲得し、2014から15。 シーズンにはリーグのベスト5に選ばれた。また、2012から13シーズンから4シーズン連続で b j リーグオールスターゲームに選出され、2015から16シーズンには全体1位の得票数を獲得した。2015年、2016年にはバスケットボール男子日本代表候補にも選出された。秋田県仙北市角野立出身。 角野立中学校までは野球部であったが、名桜高校進学後に先にバスケットボールをしていた二人の姉の影響でバスケットボールを始めた。全国大会には出場できなかったものの、競合として知られる野城工業高校相手に一人で29得点したこともあった。2008年に進学した富士大学では一年次から主力として活躍し、 東北大学バスケットボールリーグでは1年次と4年時にリバウンドを2年次から4年次まで3年連続してベスト5賞得点王のタイトルを獲得した。またインカレでは3年次に競合の法政大学オレンジウィザーズに対し30得点を上げ勝利への原動力となった。大学在学中の2012年2月に BJ リーグのアーリーエントリー制度によって 秋田ノーザンハッピネッツに入団し、2月5日の新州、ブレイブウォリアーズ戦で初出場を果たす。この試合には、敗れたものの、田口は、スリーポイント5本を決めて15得点を挙げた。2月25日に手を骨折し、約1ヶ月間の欠場を余儀なくされたものの、チームのプレイオフ進出に貢献した。2年目となる、BJ リーグ2012から13シーズンは、 中村和夫ヘッドコーチによって、チームの中心選手に位置づけられ、シーズン開幕前に対戦した、韓国 KBL、厳州東部プロミノ強闘機ヘッドコーチ、金戸城からも高く評価された。田口はこのシーズン、チームでただ一人、全試合に出場し、1試合平均10.3得点を、挙げた。また有明コロシアムで行われた、オールスターゲームに主催者推薦にて選ばれ、 スリーポイント2本を決めた。2013から14シーズンはチームに同じポジションの大塚博広戸が加入し、開幕当初からポジション争いにさらされることとなった。そうした中で田口は開幕2戦目となる10月6日の浜松東三河フェニックスで試合時間残り1分のところで同点となるスリーポイントショットを決め勝利に貢献。 10月26日の新州ブレイブウォーリアーズ戦で、スリーポイント7本を含む32得点を挙げ、週間 MVP を受賞した。また、2014年1月に、地元秋田で行われた、オールスターゲームでは、ファン投票2位で選出された。田口はこのシーズン、スリーポイントショット成功率44.5%を、記録し、2位の青木公平に0.9ポイント差をつけ、 スリー性効率1位のタイトルを獲得した。秋田は球団創設以来初となるファイナルズに進出し、田口は東地区優勝決定戦となる富山、グラウジーズ戦で17得点で勝利に貢献し、ファイナルの琉球ゴールデンキングス戦では、試合に敗れたものの40分フル出場し6点を上げた。2014から15シーズンは、 ヘッドコーチの中村とエースガードの富樫勇樹がチームを離れ、プレシーズンゲームでも6戦全敗したことから、チーム力が危ぶまれた。その中で、田口は11月8日のライジング福岡戦で26得点、2015年1月11日の埼玉ブロンコス戦では16得点11、リバウンドとプロ入り初のダブルダブルを達成するなどチームを牽引した。 2月1日に行われたオールスターゲームでは3ポイントコンテストに出場し優勝。2015年4月18日の岩手ビッグブルズ戦では日本代表を指揮する長谷川武が視察する中で20得点し長谷川の高い評価を得た。秋田はレギュラーシーズンを1位で終えプレーオフ1回戦では東地区の群馬クレインサンダーズに連勝し勝ち上がる。 東地区準決勝では、新潟相手に1勝1敗となり、5分ハーフの特別ルールで行われた第3戦でも、試合終了間際まで1点差をつけられていたが、残り5.5秒から、味方選手が放ったショットのリバウンドを田口が取り、決勝点となる、ブザービー,イーターを決めた。2期連続でファイナルズに進出した田口は、東地区決勝の岩手ビッグブルズ戦で15得点。 8リバウンドを上げたが、ファイナルの浜松、東、三河戦では、フリースローの4得点に止まり、チームも敗れた。2017から18シーズンからは、唯一の賢人選手となり、首相として、チームを拳見事、B1 復帰を決めた。自身は、B2 フリースローのタイトルとシーズン MVP を獲得。2018から19シーズンからは、千葉ジェッツバシでプレーをする。 2019年11月、日本バスケットボール選手会第3大会長に就任。2014から15シーズン終了後、田口はリオデジャネイロオリンピック予選に向けた日本代表候補に選出され、チェコ代表との強化試合に出場したが、出場機会は限られ得点もなく、日本代表への選出も見送られた。2016年3月には、 同年7月のオリンピック最終予選に向けた日本代表候補に選ばれた。ありがとうございます。